こんにちは。こんにちは。自民党公認、公明党推薦の兵庫県議会議員候補、永瀬武です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もですね、永瀬武さんのお人柄、どんな人なんやろっていうのをいろいろ聞いていきたいというふうに思います。はい。永瀬さんにとって憧れている人、もしくは尊敬しているような人、そんな方いらっしゃいますか？います。たくさんいるんですけれども、はいはい、まあちょっとまず一人ということであれば、私は平尾八三郎という人を挙げたいと思います。はいはい、この東灘湖に非常にゆかりのある人で、はい、私の母校、江南学園をですね、創設した方でもあります。他にどのようなことをされた方ですか？そうですね、経営が傾いた川崎重工の社長になられて、うん、川崎重工を、まあ、また、再興させた川崎重工最高の人でもありますし、文部科学大臣もされた政治家でもあります。事業家であり、教育家であり、政治家ですね。はい、ちなみになんですけど、永瀬さん自身はご自身どんな才能を持っちゃと思います？僕はですね、才能ですね、才能はないのが才能だと思うんですけど、実は僕ものすごく恥ずかしがり屋なんですよ。いや本当そうなんです。でこの、はい、自分の恥ずかしがり屋をもう、はい、そうですね、40年ぐらいかけてこう克服してきて、うん、今は僕は恥ずかしがり屋だと言われると、うん、みんなに笑われるんですけども、実は本当に恥ずかしがり照れ屋なんですね。はい、だそこを自分の中に内在しつつ、うん、こうして政治活動をしてる俺ってすごいなというふうに思ってます。なるほど。まあ多くの方々は永瀬武さんってこうパワフルなねイメージがあるじゃないですか。はい、でまあその裏側では実はですね、すごく繊細にいろんな方々のことのこう顔をこう思い浮かべながら、ご配慮しながら活動されてるんやろうなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。間違ってないですか？はい、間違ってないです。はい、ぜひともこの兵庫県の明るい未来のために頑張っていただきたいと思いますので、今回の選挙頑張ってください。応援しております。はい、ありがとうございます。頑張ります。